覆面マリアのね、女子のエース対決ってことですね。そうですね。来たきたおっと膝ダブルこれ危ないぞ。第1試合株式会社東京ベルの提供タクマッチスタジオ一本勝負を行います。さあ、いよいよ始まりました覆面マニア37であります。実況は私ムーチャス入江、そして解説はご存知雑誌レディースゴング編集長伊豆井幸之助さんにお越しいただいております。伊豆井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ガバージーちゃん選手は大変ご高齢のため特別に杖の使用が認められております。はい、おなじみですね、はい、体の一部です。まあでもね、ガバイじいちゃん選手いつも入場が長いんですけど、はい、マッチョパンプの方が長いとは思わなかったですね。長かったですね。いやー、しかしですね、試合が始まるまでに40分かかってます。そうですよね、はい。私映画館に来たのかと思ってしまいましたけどもね、まあ、ようやく第一試合が始まります。そうですね、まあ今日はマッチョパンプも特別バージョンということでね、テーマ曲はフルバージョンでしたけども、はい、そうですね、はい。さあ、しかしこれ先発はどうなるんですかね。どっちが出てくるんでしょうか。赤コーナーサイド、バンクーバーキャット、ガバイじいちゃん。さあ、はい、これはどうやらキャットが出てくるか。ようやく今第1試合のゴングが鳴り響きました。キャットと誠、まあこれはもう覆面マニアのね、女子のエース対決ですね。そうですね、まさに覆面マニアエースの座をかけて2人が相対峙しています。誠は、はい、はい、誠はもう理想の女性がですね、はい、このハーレーキャットだそうですよね。なんと、おっと、いきなり、おっと、ハーレーキャットが理想の選手、まあ、女性、やっぱこういったセクシーさに憧れてるということで。なるほど。誠が、まあ、この黒いコスチュームになりまして、はい、まあ、今回ちょっとマッチパンプと組むということで、うん、黒と黒で統一したんですけども。なるほど。ただ、まあ、心の中は黒にはなりたくないと。はは、はい。だからパートナーはマッチョではあるんですけど、はい、マッチョのセクハラにも注意しなきゃいけないと、そういった気持ちがあるみたいですね。全方位に注意を払っている。さあ、誠が主導権を握っていくか。そして赤コーナーサイド、水井さん、三上選手ですかね。そうなんですよ、今日はですね、セコンドについています。はい、チームスーサイドスクワット、はい、まあ、欠場中ですけどもね、やっぱりこのスーサイドボーイ、はい、スーサイドを忘れさせないというね、そういった気持ちが伝わってきますね。なるほど。さあ、出てきますよ。出てきました。青コーナーは誠からマッチョパンプ。さあ、赤コーナー、ガバイじいちゃん。入場が遅いよ。いや、あなたが言わないでください。
十分マッチョさんも長かったですよね。まだね、頭の中でリピートしてますからね。そうですよね、マッチョさんの曲。おじいちゃん、はい、そっちじゃないですよ。おじいちゃん、試合をするぞ。聞こえてるんですかね。ん？そっちじゃないですよ。やっぱね、おじいちゃんね、女性を見るとね、一目散に向かいますからね。血が騒ぐんですね。あ、分かったみたいですよ。ようやく分かりました。あ、やっぱりですね、はい、じいちゃんはですね、こうやってあの応援があるとね、はい、そっちの方に向いちゃうんですよ。なるほど、反応してしまうんですね。さあ、先ほどリング穴からも説明がありました通り、ガガイじいちゃん選手は高齢のため特別に杖の使用が許可されている。この杖が、おっと、ドリルか、ドリルするのか、せえへんのかい。乳首ドリル、砂、せえへんのかい、せえへんのかい、やっぱりせえへんのかい。さあ、一体何がしたかったんですかね、じいさんね。はい、今の乳首だけはね、はい、あ、おっと、これダメですよ。まあ、一番これがやりたかったんでしょうね。そうですね、これダメですよ。おっと、さあ、この魔法の杖、どういった使い方をしていくのか注目するところであります。おっと、踏みつけている。お静かに。あ、ゲートボール殺法であります。あれで杖の中でも一番ダメージのある攻撃なんですよね。ですよね、一番硬い部分です。さあ、キャットとじいちゃんのツーブラド、果たして成功するのか。これでも全速力です。いや、いつもより早いかもしれないですね。そうですね、いつもより早いですよね。いつもより早いです。あっさりかわされた。おっと、ニュートラルコーナー自爆してしまったぞ。大丈夫か。さあ、またこちらも因縁の対決ですよ。はい、この2人ご存知の通り、おっと、因縁朝からの対決であります。さあ、マッチが翻弄されているぞ。かわした、もう一回。対角に投げていく。ロープに飛ぶ。キックで蹴散らす。さあ、飛ぶのか、飛ぶのか。お気をつけください。おっと、ここはマッチョが呼んでいた。あ、マッチョ、シュカール始めましたよ。おっと、今度はマッチョがリング肌に、さあ、富山さんにセクハラ攻撃。おっと、じいちゃん大丈夫か。おっと、レフリーぐるっと回って、あ、膝に来ましたね。膝に来たか。セコンドの三上選手から無理するなという声が飛んでいます。思わず飛んでしまった。さあ、ここで赤コーナー分断されるか。おっと、なるほど、ここから赤コーナースタート。ガリアー、ガリアート強烈だ。入江さん、これ老人虐待ですよ。そうですね、老人虐待なのか試合なのか、このスレスレのところであります。え、まさかこんな大技やるんですか。飛ぶんですかね。相手は大正マリですよ。さあ、トップロープ、
ここでキャットバンプ、おっとマッチョバンプが杖の餌食。まあでもこれも体の一部ですからね。そうですね、認められています。今度は逆に赤コーナーサイドが2プラトン攻撃、誠が捕まっている。切り返していくぞ。いずれにしてもこれは嫌な予感がしませんか、泉さん。そうですね、老人ボンバーを狙ってるんですけど、おっと来たー来たー、ああ両手が両手が両手が、久しぶり、泉さん久しぶりって聞きませんでしたか今。心の叫びですね。ですね、思わず出ちゃいましたね、キャットさんから。終わり。さあフィニッシュ宣言か。あっとここもまた杖が待っていた。まあ、いちいちやっぱお客さんの声に反応しますからね。そうですね。さあトップロープ登っていくのか、大丈夫か。まだサードロープですね。足がガクガクしています。セカンドロープまでようやくたどり着いた。おっとまた2だ。さあ出ました、ガバリじいちゃんロープ歩き。あ、バックが上手いですね。後ろへ下がっていきます。おっとバランス、おっとあおっと杖が、おっと杖が折れる、折れましたか。杖折れましたね。今おっと戻りましたよ。あれ戻りました。あれ折れんのかい。意外と丈夫だな。折れた戻んのかい。折れた。さあ杖を取られましたよ、泉さん。これはピンチだ。さあしかし杖を取られるとどうなるかですよね、ここで。さあ股間がこれ効いてますかね。股間を抑えながらタッチに回ってますよ。抑えながらタッチ、それ無理ですね。かなり距離があります。しかしここでロープに帰りましたね。おっとあダブルのドロップキックで蹴散らしていく。助けてください。そしてプランチャースーパーガバイじいちゃんに変身。いや実は杖を折られると元気出るんですね。なるほど、そういったスイッチが入ったんでしょうか。さあリング内は女の対決、クメンマニア女子部門のエースの座を争って、おっと起きて破りの逆ニャーだ。おっと膝ダブル、これ危ないぞ。かろうじてカウント2。まあ、誠がですね、この黒のコスチュームになってから、はい、露出を増やしたんですけどね、はい、まあ、これはハーレーキャットの影響なんですね。なるほど、影響を受けているんですが、ここでガバイじいちゃんがカットに入ってきた。杖は大丈夫だったみたいですね。そうですね、杖が復活しています。またしても体の一部、あれは結局折れないんですね。折れない魔法の杖です。10分経過、デスミネトース、リクザイルボーカー、マッチョエルボーカー。おっと高速バージョン、もう一回行きます。もう一回さあエルボーパッドを、あれあれちょっと今日はきつめに入ってますね。今日はいろいろと計算外だ。おっとそのまま行くか、そのままそのまま行くか。マッチョお伊豆井さん、これはマッチョヘッド、今日は何から出るの。初心の新しいバージョン。おっとグリ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 してますよ。回してさらにそのまま投げていった。おっとシャイニングウィザードからのタイアングルのドア落とし。おっとトップロープからガバイトーンボム、そのままホールだ。おっと
ちゃん、今日は元気の時間は長いですね。さあ、まだあるのか。フィニッシュ宣言、フィニッシュ宣言が長いぞ。おっと、腰をやってしまった。そのままバタフライ踏む。